はいえー、と今回はね、あのー、PDF ファイルじゃないやなんスライドショーを吉谷さんにお見せしましたよね、はい、速可塾のコでございます、えー、IH 電磁調理器のおレポートをファイルにまとめて私が読み上げたわけなんですけどもこれが何を意味するかっていうのはね人は先入観で、えー、理屈理論を無視することができるっていうことなんですよね、えー、多くの方っていうのが自分の先入観を覆すのって非常に困難なんですよ それはなぜかっていうと自己否定ができないからなんですよね。どうしても一回思い込んだことをずっと思い込んでしまう。特にそれが時間をかけてコツコツと作り上げたものであればらるほど、それが間違っているってうことを認めにくいんですよ。じゃあ今回 IH クッキングヒーターのことについてですね、電磁波が体に影響があるんじゃないかなというお考えの方のために、あのファイルを作ったんですけども、現実の数字を並べたものです。 あの数字を見てもやっぱり先入観を IH が危険と思ってる人はいやでもなんか気持ち悪いよね影響があるんでしょってなると思うんですよ。でも何の先入観もない方があのレポートを読むとあれ IH って電磁波出てるけどああなるほどね人体には影響がないんだっていうふうに分かっていくと思うんですよ。もうちょっとと、掘り進めていく IH のクッキンングヒータータどどこころろかか、電子レンジどころか トイレ便座がね最も放射線じゃないやん,なんか電磁波を出しているっていうそんなねレポートもあって、まあ、びっくりされるんんなないかなと思うんですよ私たちはねこうやってビジネスをやるときに何かに成功しようと思ったりね何かを達成しようと思って勝とうと思った時にこの先入観とか自己肯定感が一番の。 まあ邪魔になるってことをねやっぱり思い出す一つの事例だったかなと思いますえー、もちろんね電磁波に関しましては何かの結論が出たわけではありませんまだまだ研究中ですから私みたいなものがねこうしましょうってことじゃないんですようん、ただわからないところは結論を忘れるんじゃなくてわからないというままに保留しておくしかないかなというところなんですよねうん、やっぱりねいろんな不思議なことが世の中にありますけどもそれがいつもね宇宙人の仕業だって結びつける必要はなくて <laughs> 原因がわからなければそれはね調べ続ければいいだけなんで えー、まあやっぱりね飛躍してこれのせいだっていう風にねやっちゃうっていうのは、うん、自己肯定感の悪い例なのかなと思っちゃいますけどもね皆さんどう感じでしょうか失礼します。